1番の浅井雄三、勢いをつけてまくっていく。マーク5番の甲田誠二、3コーナーカーブに入っています。先行6番の松田、バンティ牽制する2番の大崎義人、大崎牽制するが乗り越えるか。1番の浅井雄三直線コース、浅井まくり切りました。そして大崎義人がどうやら2着。風が強いなっていう声が出ました。まくっていく時のブロックもかなりきつかったと思うんですけど、ちょっと前が長かったんで。そうですね、バックが偉かったですけど、はい、その後はちょっと軽くなってきたんで、はい。まあ、甲田さんも3着積極性にかけましたけど、2着に入り込んできましたね。増田君が頑張ってくれました。まあ、そうですね、はいはい、ただやっぱり風かなりきつかったと。きつかったですね、車半切っちゃったら、はい、なんかやばくなってきて、浅井君がすごいスピードで来たんで、そうです、やっぱり強いですね、合わせれなかったですね。